アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回なんですが、前回、ガシャコン6周年アニバーサリーガシャコンで、当てましたこのEX スペリオラガンダムを、使用していこうと思います。はい、これなんか結構僕の中ではこいつハズレ的な感じで言うたんですけれども、結構強いらしいですね。こいつはアリスシステムというものを搭載しておりまして、はい、まあとにかくこのアリスシステムを発動させることにより、全ての能力が向上します。はい、正式名称アドバンスドラグショック&インまあとにかくね、このアリスシステムを使用することによって、こいつ銃撃機なんですが、もう強襲機にも匹敵する最高速度、ブースト容量、ブーストチャージ、全てが、1段階アップするので、もう言ったらもうここもその最高速度が体感でいうところの1820、ブースト容量2740、チャージは480とか、そういうレベルの話になりますね。はい。なので今回はこの、EX スペリオルガンダムを、使用して、大規模戦に参加していこうと思います。あと、ニューガンダムもね、ちょっと武装変えたんでね、そちらも戦いながらね、ご紹介していこうと思います。いきましょう。はい、本日のフィールド、本日は2018年12月30日11時44分のテキサスコロニーになっております。よろしくお願いします。まあ、ここはね、もう3番を、死守しつつ、3番を死守しつつ、上下で揺さぶりをかけていこうと思います。まあ下はもういいかな。7番はね、任せるわ。うん、7番の拠点ポイント欲しいやつはね、踏みに行ったらいいと思うし、まあ僕みたいな完全にアタッカー、最前線に出るアタッカーはね、まあ隙を見つつ拠点も殴りに行っちゃおうと思います。初動は、B から出撃して3番を狙いに行こうと思います。そして3番からこう抜けてこの A 拠点に行くやつを、ここで、悔しい思いをさせてやります。ここら辺でまずはね、まずそこを止めることが、勝ちにつながります。エテポンゲリハプティズムいきます。このアリスシステムもうこれめちゃめちゃ早いからね。これ60秒間使用可能で、なおかつ30秒の、アドバンテージ、30秒間を経てばもう一度使うことができるという、素晴らしいですね。これめちゃめちゃ早いでしょ。これさあ、どこからでもかかってくるがいい。来た。そして集団率も上がるという。いけいけいけ。あ、逃がさない。なんだ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。よし、とりあえず3番。いくぞ。拠点をいただいたよ。3番はとりあえず確保したみたいですね。会長。オッケーオッケー。あぶねえ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。よし、3番と上の取ってるんで仕方ないから。マジで。おい、逃げんなよ。あいつ逃げやがっ。マジ腰抜けがよ。そしてこのニューガンダムなんですが、このファンネルのファンネルを前にこの出すタイプのやつはずっと盾を構えてられるというものすごく優秀な機体です。帰ろう。よし。あとは頼みました。一時退避します。あれ、これバズかタイプ B にした今。なんかあれ。よし、とりあえず7番は踏み返したので、3番の応援に向かおうと思います。3番でこそエテポンゲの力が発揮される。あ、やっぱりあんまりね、雑魚とかそういうの言わない方がいいからね。煽るようなことはちょっと仕留めは切れませんでしたが、実にこの切り替えもめっちゃ早いですしね。誘われるななんて上、まだうおかしい。今上に飛び上がってきてたでしょ。今おかしいでしょ。今の挙動絶対おかしいでしょ。俺上飛んでたのになんかおかしいでしょ。それはおかしいよ。赤いモビルスーツ。おら、出てこい。もうシュツルムファーストはね、やっぱり予測打ちが必要になりますね。天井に当たった。あーギャンミリやった。あいつこれ何、これ召喚戦場におんの。これ今もしかしてこれ召喚戦場、これ召喚戦場におるんか俺。よし、下から攻めよう。うん。今日は上からの攻撃はちょっと通用しないみたいですので、とりあえず下から攻め込んでいこうと思います。3番のダッシュ、それが僕に与えられた任務。うてなんてやれ、キスが出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。ありがとう。修理は任せろ。無策な。ちょっと熱くなりすぎましたね。反省しよう。反省。まあいいよ。じゃあお子さん取ってくれよ。ちょっとありがとう。もうそろそろ 2F2 が出れるのですけど、帰ります。あとは頼みました。一時拠点をいただいたぜ。よし、どうしよっかな。とりあえず 2F2 は正直上の機体なんで、こっちでちょっと戦わせますね。やはりここでこそ近距離戦はやっぱね厳しいですが、ここでこそこいつの力は発揮される、そう信じております。もうじゃあやめてくれよ。弾速遅すぎ問題。もうシュツルムが全部味方に吸い込まれていくわ。よいしょ、よし当たった。よしこれこそ 2F2 の戦い方。これこそまさに 2F2。 なんで切られてんのそれ。あぶねえ。ありがてえ。すまん。よし、このラインは絶対に死守しよう。ここのライン、いやーダメだ。あと1秒でも長く外に行ってたら死んでた。サイザリスが打つのかお前、クソがなんで生きてんの。なんか生きてた。おし落ち着いてた。今のは落ち着いた戦い方。それでいい。また味方に当たる。やばいな。めっちゃ来てる。ああ遅かった。こいつはとりあえず3番に向かわせます。アリス、突っ込むさん。おっしゃ、一発当てた。オッケー。あとは頼む。大丈夫。前に行き過ぎたらやられるから、やっぱ引くやつは追いかけちゃいけない。引くやつはほっとこう。マジアリス。アリスマンジアンアリス。マンジアリスマンジだな、これほんと。踏みます。踏んでるしもう。残党狩りと行くか。どうする、凸行くか。ちょうどアリス切れ。あぶね、今言ってたら見つかってたな、完全に。ちょっとアリス待ちしよう。なんだあいつは。やめてくれ。やめてくれ。あー、いっぱいいる。アリスよ格闘があったらな。ここは一回 2F2 挟もうか。とりあえず上の拠点を取り返します。ここや。仕留めろ仕留めろ、ナイチンゲールはあかん、逃がすな。よし、いやーシュツルム打てばよかった。行くぞ行くぞ行くぞ。シュツルムシュツルムシュツルム、用意。シュツルム発射。あぶねえ。なんでダメだダメだ、全部取られてる。全部ここだけはやらんぞ。ここは渡さんぞ。逃がしませんよ。拠点をもらっといたぜ。どうしたらいい。3番とりあえず取り返しに行くか。いるな、下から行くべきか。よしゼータ、俺と一緒に行こう。俺と共に。よーし、後ろから。ちょっと待って、俺も行く俺も行く俺も行く。よし突撃。よし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 、俺たちが一番だ。弾がなくなってしまった。どうする、帰るか。一回帰ろうか。ここはなんか危ない気がする。ちょっと離れます。アムロ行きます。よし、ここで。いやもう即座に補給出てるね。どうしようかな、どうしようかな。これ下もちょっとさすがに7番放置しすぎで、しかもレーダーが一つもない。この状況は拠点がない、拠点がない。レーダーなんかいらなかったね。うわっ、レーダーいらんかったね、うん、ゲージ飛びそうだしねもうもうこれ戦略兵器決めるしかもう勝ち筋がないね。もうこれ仕方ねえ。望みかけるか、望みかけるか。行こう、待ちたまえ。よし救った。あ、引いたね。戦略さん引いちゃった。もう時間がないぞ。ブワーくそー、ダメだ、もうこっち、うわーやばい、拠点まで近づかれてる、やばいやばいやばい。あ、我が軍の敗北です。撤退してください。うん、はい、まあ25位ということで、ああ下がる。せっ本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。はい、ってことで今回はEX スペリオールガンダムをとニューガンダムの新しい武装を使ってみたんですが、まあ、ニューガンダムは非常に強いですね。やはりこのこいつのこれですね、連射式ファンネル、非常にこれは強いですね。うん、盾をずっと構えてられるっていうのが、ものすごく優秀です。これを構えて突っ込んでいけて、そして、まあ、ダウンなり、ひるみなりを取ったら即座にこのニューハイパーバズーカーで、仕留めるといったこともできて、なおかつ弾速というか連射の速度も非常に速くて、さらに集団率もそんなに悪いこともないので、実に優秀な武器ですね、この連射式ファンネル。はい。で、まあ、こいつのアリスシステムに関してはね、ちょっと、まあ、早かったねっていうぐらいでしたね、今回は。スピードが、なんか、速いねっていうぐらいだったんで、もうちょっとね、使っていこうと思います。はい。はい。では、ご視聴ありがとうございました。